ミス・ジュビリー、あなたの才能は世界が嫉妬する。ここに閉じ込めましょう。このヘッドホンをお使いなさい。ミス・ジュビリー、あなたの奏でる音で人々は感情をむき出すでしょう。優しい気持ち、嬉しい気持ち、憎しみの気持ち、殺意の気持ち、人々は感情豊かに殺し合うことでしょう。所長のブライアンです。ここに来たら何の問題もありません。遠慮なく。なるほど、音楽家にとっての命を奪ったわけですね。この男も音楽家。悪い男、取り戻してきます。大切なお約束いたします。それではこの書類に目を通してサインをお願いします。音楽家はあそこのてっぺんよ。何かあったら無線で連絡するから、あとはよろしく。わかりました、任せてください。いい返事ね。依頼人が美人だからかしら。いいえ。仕事ですか。雑魚だな。Ah!
またテスト。この建物のどこかにビルの最上階へと続くエレベーターがあるわ。簡単に行けそうにはないわね。
それは私が判断します。必要はありません。このまま一気に突き進みます。血が欲しいの？あなたがいい男なら輸血してあげるわ。これはおまけよ。またいらっしゃい。待っているわよ。
暇そうね。暇ってことはないですよ。仕事中じゃないですか。あら、そう。それにしても高いですね。問題ないわ。契約料はもっと高いから。月に届きそうな気がしますよ。月が太陽を隠してしまうことをなんていうか知ってる？日食。正解。どうしたんですか急に。思い出しただけよ。こないだニュースで特集されてたから。太陽が隠れる瞬間の光をダイヤモンドリングっていうらしいわ。ロマンチストですね。ロマンチスト？高級品に例えるあたりがどうもね。何が言いたいんです？物欲にまみれてるってことよ。言えてますね。それにしても高いな。
というわけで、ここで悪意の音を量産して大量生産ラインに乗せた後、この大音量装置となっているタワーから一気に世界にご機嫌なサウンドを射出するのです。悪いな、聞こえなかったんでもう一回頼む。お前の壮大な計画とやらの話を。悪意が蔓延してこの世界を浄化するんですよ。とにかく彼女の大事な耳を返してもらおうか。返せとは品がない。そんな顔して品も何もないでしょ。おかしいな、こっちはもう少しいい男だな。何も分かっていないのですね、あなたは。もはや私には肉体は必要ない。ミス・ジュビリーからいただいたこの耳さえあれば。人の耳です。その理屈はおかしい。この世界を浄化するには好都合の耳なのです。まあいいですけどね。処刑させてもらいます。こちらも仕事できてますか。話が噛み合いませんね。膝を突き合わせて議論しても無理なら激突しましょうか。え？賛成です。では元の姿に戻りましょう。だから聞こえないって。
キラーイズデッド。任務完了です。こちらにサインをお願いします。あなたの耳は世界の誰もが羨む。大切にしてください。主人はもはやこの世のものではありません。お分かりですか。命よりも大事なものを奪われるという気持ちが。でもこれで費用は？ハハハハ！